全然平気ですね。大丈夫そう。素晴らしい。痛いです。痛いのはね、仕方がないです。うん、まあ、それだけしっかり仕事をされてるということですね。なんかマシになってきた。でしょ。汚れが取れてきたんです。ありがとうございます。こちらこそ。では、よいしょ。痛い痛い痛い。腰は痛い。あ、これめっちゃ痛い。症状が右側でも悪くなっての反対側ってこと結構あったりするのでね。痛い。早く終わってほしいぞ。汗かきますね。汗かくでしょう。ねえ、寝転んでるだけなのに。おー、痛っ。おー、痛です。そこめっちゃ痛い。ここですね。痛い。ここは大丈夫やな。ここ大丈夫ですね。やっぱあるんですよ、そういう場所がね。
左左痛いですね。右が症状だったんですけどね。そうなんですけど、一つめっちゃ痛いな。もうちょっと硬いですね。よく聞きますね。おお。左も痛いですね。で今からねお尻を触っていきます、はい、お尻ってね、頭からこう神経が出ててお尻の疲れをまあ腰の疲れとしてとか背中の疲れとして頭が間違えてしまうことって多いんですね、はい、なのでしっかり緩めていきますって、はい、私がわざわざ説明したってことはそう痛いんです。頑張ってくださいね、はい。